巨人の新人合同自主トレが17日、G 球場で行われ、ドラフト3位、佐々木俊介外野手24イコール日立製作所イコールが球団86年ぶりの中堅での開幕スタメンへ名乗りを上げた。阿部監督が5番、中堅の候補に挙げるルーキーは、朝野らとの競争を制して1938年、三田、サンタ正雄以来の新人開幕センターをつかむことを誓った。 動画、外野守備練習をする秋広と萩尾アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、外野3枠はすべてレギュラー未定で、春季キャンプから激しいポジション争いが繰り広げられる。阿部監督が外野の司令塔であるセンターの有力候補に挙げるのは、浅野とルーキーの佐々木。昨季1年目ながらプロ初本塁打を記録した浅野を、物のおじしないし、近くで成長を見てあげたいと思う選手。 と高く評価する総主さん拍子揃った佐々木についても万能型だったら5番に入れるかもしれないと話しておりキャンプやオープン戦のアピール次第で開幕スタメンも十分あり得る昨週に台湾で行われたウィンターリーグで打率3割2部6輪を残した萩尾も虎視眈々、眈々とレギュラーの座を狙う左翼は昨季ブレークした21歳の大輝 秋広と、実績十分の丸が争う構図で、ベテラン長野も健在。また指揮官は育成選手ながら異例の出戻りとなったウレーニャにも期待を寄せており、高い打力が求められる。右翼は勝負強い打撃が持ち味の梶谷、復活が期待される松原に加え、今オフに厚男塾でか半身強化した3年目の岡田も名乗りを上げる。体を絞ったお声も控えており、 最も読めないポジションとなる巨人担当サブキャップ井上慎太郎